天才ピアニストの深夜おでんどうも皆さんこんばんははいこんばんはあのこんにゃくのさあのなんか赤いピリ辛のこんにゃくあるやんか、うん、あれマックスまで唐辛子入れて見てくれへんかなと思ってますそんなことしたらね消化管が燃え尽きて燃え尽きてなくなるよ へです。<laughs> しっかりと時間をとってありがとうございます、はい、いやなんかさあのピリ辛こんにゃく表より変わらないやんピリ辛こんにゃくってさあの煮詰める時に辛くしてるタイプのこんにゃくじゃなくてなんかこの唐辛子入ってるマスみたいなこんにゃくあるじゃないですか<ー>埋め込んでますみたいな私でも外からつけてるやつしか食べたことないかもあそうですか,、うん、かもうこの話やめときましょうとするのか <laughs> はたまたはたまた、えー、12分間こんにゃくでいくのかいやこんにゃくな こんにゃくめっちゃうまない私ほんま好きやねんこんにゃくのことあのこんにゃくの甘辛炒め一時流行ってたはいどこでマス目の中でもええって世間みたいに言うな世間みたいにマス目の中でねいやいやあ作ってたんですかそうそう砂糖醤油ううんと鷹の詰ではいはいはいでもちょっと味し分には時間かかるでしょかかるかかるわざわざ作ってた家でうんえおいしいやんおいしいよ <laughs> 大丈夫ですか、はい、お疲れのご様子ですけれども。さあ、お便りご紹介したいと思います。サナさんです。うん、ありがとうございます、えー。友人のことで相談があり、メールしましたということでございますけども、うんもね、この番組もすっかり午後はまるまる思いっきりテレビ出しますけれども、ね。お嬢さん ね、悩んでるんだな、えー、私は34歳独身の女、うん、で自律神経が乱れやすくてこれまでに何度も転職を繰り返し先日も2ヶ月で仕事を辞めてしまいました、うん、このことを2つ年下の大学時代からの友人に話すと「うん、この年齢で就職か結婚してないとやばいで大丈夫?うん」とかなりドン引き説教されました、うん、確かに正論であり情けないと自覚してますが人に言われると傷つき数ヶ月連絡をしていません、うん 彼女は私と真逆でハイスペック女子、年々一緒にいるとただただ劣等感を抱いてしまいます。性格の真逆な友人とうまくやっていけるのか悩んでいます。うん、ということなんですけど。まあね、あのー、まずね。うん、まずこの友達長年の友達。 正直会う,会う期間と会わへん期間みたいなの、うん、季節みたいな感じであるんですよ<か>多分村あるよなめっちゃ大手てる時とるもうほんまに年数単位で会ってない時期ってあるよな、うん、やしなんかああすっごい今話合うなっていう時期と話あんま会えへんなっていう、うん、そのスケジュール的には会う会わ,わへんもあるし木の会う会わ,わへんとかも村あると思うんですよ、うん、お互いの ストレス具合とか仕事具合、うん、あの人生の具合によってあると思うんで今あわへんからといって縁を切る必要は全くないと思うんですけど、うん、まああの言い過ぎやね言い過ぎやな仕事と結婚が全てではないですから人生のそこをまあ多分このお友達はそういう方なんでしょう仕事と結婚が幸せの代表だということだと思うんですけどそんなことはねまあ価値観の全てによって。 傷だってそうそう,だからそうサラさんのこと思ったらさ、うん、別にこんな言い,言い方しなくてもいいじゃない、うん、大丈夫って、うん、じゃないんかまあそれは自分の幸せやと思ってることと違うからでもまあ逆に言ったら、うん、大事な人やから。 大事な友達やからこそ自分の幸せとしてる基準からそれっていくのが嫌で嫌で、はい、いやいやそんなおかしいおかしいあかんあかんって言ってしまってるのかもしれへんけど、うんまあね、それでもまあ伝え方が雑やなそうやねその大事やと思ってそう言ってるならばうん、うん、そうやんだってまずなんで仕事辞めたんとかさ、うん、聞くとこからでいいじゃないですか理由があるからなそうですよ、うん そうですよ。まあ転職を繰り返してね自信失うっていうのはすごく気持ちはよくわかるんですけれどもね。うん、そそれをねまあそうですね。だからあのー、まずこ供友達とまあ数ヶ月連絡取ってないっていうことなんですけど、うん、まあ今はそれでいいんじゃないですか。多分お互いに価値観が合わへんのですよ。せ、うんで多分,多分このさなさんうん。 サナさんからも連絡取ってないしこの友達からも連絡来てないことにより連絡取ってないかな、うん、きっと向こうからも来てないから来てないうんそうですなんかもうそれはそれでもいいんじゃないそれでうんまあでもそれで連絡途絶えて友達なくすっていうのは嫌かまあサナさんがその人のこと好きならいいんですけど、うん、別に今そない一緒に降りたいとか思わへんやったら、うん、全然いいんじゃないですかそうやな連絡を 無理に、取らなくても、うん、また縁があれば、うん、あの時を経て。例えば、サナさんが新しい仕事をついた時に、うん、報告がてらご飯行ってもいいし。うん、さ<あ>そうやな。うん。まあ、どういった、こう、お二人のこの、関係があるのか、わからないので、何とも言えないんですけど。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。まあ、ハイスペック女子なんですよ。うん、うん、うん、うん。だから、まあ、価値観の違いやのに、押し付けてきて。それが正義やと言わんばかりに。はい。 マサカリを振り下ろしてるわけやね。まあ武器がマサカリかどうかはわかんないんですけど、金太郎専用の武器ですよね。<laughs> 金太郎かマサカリいはい。サナさんの友達からね。はいはいそうです。降り下ろしてきてますよね。まあなんかな友達はなんとも言われへんけどな。<laughs> まあなんか喋っててさ、私は例えば価値観が全く合わない子であっても、うん、この子のこの話は聞きたいなとかっていうのあったりとか。はいうん えー、共通の好きなものがあったりとか、うん、それやったら全然るか別に根本的なことが全く違ったとしても、うん、例えば芸人同士もそうじゃないですかもうこの人とは多分一緒に住んだりしたら無理やろうなっていうような人とでも、うん、お笑いのことやったら意見があったりああだこうだ言って楽しいっていう。うん そういうい時間を過ごせるんであれば一個太い共通点というかまあ共通点じゃなくても太いつながりがあればつながりなんかテーマ一、うん、個の話題があれば全然あのそうだからそこの触れずに喋っていくことはできるやん,ん、うん、別に、うん、でもまあ芸人仲間とかさ先輩後輩って結構そういう感じで付き合っていけるけどやっぱ親友ってなると、うん、まあどういう付き合い方してるか分からへんけどうん、うん、ちょっとそのまた違うよなその先輩後輩とか。 との付き合い方と、うんうんうん、お笑い仲間とかっていう感じと、うんうんうん、ちゃうからこそちょっと余計難しいんやろな、その浮、うん、上のテーマだけでは、うん、まあ昔はだから応えてたのかもしれませんしね、そこの価値観が一致してたのかもしれませんし、うんうん、でもねやっぱねその結婚がどうとかね、うん、仕事がどうとかが合わんっていうのはね結構きつない、きつい。 正直その友達としてやっていくにつけて結婚がさマジで正義やと思ってる人おるやんおるおるあれはさやっぱ結局合わへんよなどうしてもそこが軸の人とはなんか私も仲良しグループの子たちがいててその一人が結婚するってなった時にある一人が「ええめっちゃおめでとう」ってまず一世欲しいやんそうやな第一生目よかったやん」とか「おめでとう」 言ううべきといいか言ってほしや結婚する側にとったら「はい、えっ、ー、ウ、うん、えめっちゃ短い付き合ってた期間」とか「大丈夫な」みたいななるほどな、うん、その子的にもその,あの友達が心配で言ってるのかもしれないけどってことですよね結婚する側から聞いたらそれがめっちゃ嫌やったらしくってなるほどね「全然相手のこと知らんのんちゃう」みたいなそんなんでもその二人にしか分からんことやのに、えー、バチッときたかもしれんしなそうなんか もう結婚式呼ばんとこかなまで思ったってええー、んか祝福されてないんやってそのたった一言ではいはいはいでもその言った側にしたらそんなつもりもなくもちろんねそのびっくりおめでとうもあるけどびっくりが前に出てもうて「ええ!」っていう、うん、言っちゃったんやろうけど別にそんな正直な人なんですよね多分その,その友達の。 幸せを壊したたりとかそんんななく言っっちゃけど早いなっていうのがなんかちょっと変な感じで伝わってしまうっていうことですよね。とか出会い方とかに口出してくる感じとかね。はい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 大丈夫なのそうやって。えコンパテかとか何パテかとか。はかはい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 違い。まあそなまあそれでほんまに一気に「友達辞めようかな」までよぎったって。 あそう。まあ一大事やからな人生の。ほんでなんかさそこってさまあ分かる感覚ではあるやん。その出会い方であったりとか付き合う期間短い大丈夫例えばお母さんとかやったらそういうの気にしそうやな。あんた大丈夫それほんまに。っていう親心の可能性もあるけどでも友達やったらさえ私のこの人と結婚したいっていう感覚信じてくれてんねやって思ってしまうから。 それよりその付き合った期間が短かろうが出会い方が何でやろうが、うん、私の,この選んだ人っていうのを信じてくれよっていう,うん友達としてのなそうそうそう常識、うん、一般常識じゃなくて私の場合こうだったんだからこう私のあれを信じてくれよっていうい、ね、親友としてのというよりかは漠然なイメージとしてに対して常識に対してな言っちゃってるやんっていうえそうですよそうですよ<ー>あうそ,そこら辺の感覚 うわま、ね、あの大事やな思いやりやでこれマジでうわーこれはでも結局ホンマそうやでよ何でもマジで、うん、結局思いやりやねうん,うん、うん、相手のこと思ってとかこれ言ったらこう思うかなとか、うん、何のことでもホンマそう一個ちょっと考えて思いやりを持ったら「はい、あこれ言うべきちゃうわ」とか、うん、こうパンって言いそうになってなるけどあ 今これ言ったら疲れててるし言言っっも意味なないかなとかと、うん、今言ったらこれ普段やったら怒ることじゃないけど相手疲れてるやろうしどう思うかなとかで言わんとこうなり言葉尻変えるとかっていうのができるからほんまに相手のこと思ってっていう,そうです、ね、簡単やけど難しいね思いやりって、うん、それを大事にしてほしい <laughs> マスミからのはい。 いややそうやな、だからまあサラさんは実際傷ついた気持ちがあるわけやし、うん、別にその友達とね絶縁ではないわけですから、うん、一回距離を置いて、うん、でまたあの子に会いたいなとふと自分が思った瞬間に連絡すればいいしそうやねその今のうーうーっていうもやっとした気持ちは時間で収まるかもしれへんし、うん、はいそうです向こうも何の気なしに言っちゃって言ってるで、まあ、思いやりがないのは事実で言われてることは間違えてると私、うん は思います、うん、その結婚と就職してないってやばいでとは思いません、うん、やっぱ、はい、人生のこの一定期間だけ見て、ね、やばいだのなんだの他の人に言われる筋合はないので全くございませんこっからのなんかの不利かもしれませんし、うん、別にそのままだってこの一生を終えるということがまず素晴らしいことですから。うん そうそうそうそれはね共感いたします非常に同じような経験をされた方たくさんいらっしゃるかなと思いますね確かにねでも自分のことはね自分が一番分かってますからそうでもその子にまあ愛すべき点があるのであれば全然友達を続ければいいかなと思いますおやすみおやすみなさい チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな私もするのよ登録してみたらどうどう